ふへほー。週末の金曜日はもうね疲れ果てて元気がねあんまりね出ませんってね。はい、では週末のコマーシャルです。週末といってもね明日またありますよ。土曜日週末、明日から4連休ですね。4連休なんか俺には関係ねえ、俺には関係ねえといったところで、皆様に励ましの4連休お休みがない方にね、励ましのチュースをプレゼントしましょう。あなた4連休も仕事ですか。頑張りましょうね。トゥース。ああ疲れましたね。はい、そんなところでやっていきましょう。じゃあね、明日からお休みなのに仕事だよスペシャル。私もそうなんですよね。私もね4連休ないですよ。明日お仕事、日曜日は休みで月火仕事ですわね。男は黙って仕事ね、仕事せんじゃ。でね、皆さん思考を変えましょう。思考ね、人が遊びに行ってる時に金じゃんじゃん使わしてね、でそれで経済を回してもらうと。で私たちはそのおこぼれのおこぼれじゃないな、私たちは人が遊んでる時にじゃんじゃん稼ごうといったとこですよね。でもねやはりトラックドライバーはね渋滞とかが嫌ですよね。畜生、人が仕事してるのにこいつら遊びに来やがって渋滞作りやがってこんにゃろめえと、バッキャロこんにゃろめえと思うかもしれませんけれどもね、そこはまあグッと歯を食いしばってですね、頑張って仕事をしましょうよね。まあ頑張らんてめえですわ。仕事はね適当にこなしましょうよ。普通に無難なくこなしていきましょうよ。淡々とこなしていきましょうよね。といったところでね、目の前今2号線が流れております。2号線がね、で今日ね早く着いたんですよね、広島へ。でおこれは今日は調子がいいぞと思いましたらね、まあそれでもね通常よりは早く終わりましたわ。なのでね、まあ嬉しいですよ。嬉しい軽々でほはーんと帰りましょうか。ほはーんとね、はい、そんなとこです。明日から4連休ですけどね、お天気はねいいらしいですよ。明日からね4連休、まあ私もねこっち広島来るのにね2号線が渋滞しなければいいなと思っておるんですけれどもね、どうだろうね明日。まあ渋滞嫌ですよね、ほんと渋滞はね嫌ですわ。まあそうは言ってもねどっかで渋滞は起きますけれども。でお休みだという方はねしっかりと休んでいきましょうよね、リフレッシュしましょう。で家族サービス、自分へのサービス、バンバンやりましょう、バンバン。ね。お、こいつはどう来るんだ。ゲンチャリだったか。すいませんね。ゲンチャリが自転車に見えたわ。はい、そんなところで、今2号線乗っかりました。さーて、曇りですね。来るときね、晴れ間が見えてたんですけれどもね、なんかまたどっかで雨が降るかなという感じですけれども、まあ朝からの4連休はね、いい天気みたいですよ。なのでね、
バンバン遊びに行きましょうや、遊びに行きましょうやと言ってもね、多分ねこの動画をアップするときにはね、連休に日曜日ぐらいのアップになるかもしれない。いや分かりませんね。いやいや、あ、そうか、今晩でも明日の朝でもアップすればいいのかこれね。はい、すいませんでした。動画のアップ時間はね、タイムラグがあるんでね、半日遅れたり1日遅れたりするんですわ。なのでね、今これ喋ってる内容がね、もしかしたら連休中になるかもしれないのでね、ご了承くださいませ。まあ連休中にこれをねお聞きになられた方はね、でお仕事中の方はご苦労様です。あなたがいるから日本の物流は回っていると。で自負しましょうや。俺がこの日本の物流を支えとるんだと、俺がこのものこの荷物を運んでるから君たちはご飯が食べられるんだよと、美味しい肉は食べられるんだよと、美味しいじゃない、綺麗な服を着れるんだよとか、ジュースが飲めるんだよとかね、そういった感じで思っちゃいましょうよ。はい、そんなところですが、私さっきね、手をしこたまぶつけてね、痛いんですわ。もしかしたらひびでも入ってんのかなという感じですけども、若干腫れてるんですよね。どっかでね、荷台からね降りるときにね、どっかで打ちましたわ。変でしょ、荷台から降りるのにどっかにぶつけるとはね、なんか変なやつですよね。はい、そうなんですよ、変なやつなんですよ。あ、変なおじさんというのは私のことです。あ、変なおじさんというのはね、私のことです。はい、でもね、皆さん4連休何しますかね。4連休、この4連休をね、何だったっけ、敬老の日か、敬老の日と秋分の日がなんか隣り合わせがなんか近いじゃないですか。これをね、2週に分けて3連休でやってもよかったんじゃないのかなと思うんですけどね。ただ休みが多いわけじゃないですか。2日増えるっちゅうんかな。ねえ、3連休でやったらよかったんじゃないのかなと思ったりもしましたけれども、そうしたら日本経済がもっと回ると、まあ、金使いやと。まあ今ねコロナで密室がどうのこうの、なんかね3密がどうのこうの言われてますけれども、まあその辺のところはね、十分感染とかね気をつけてお金を使えばいいんじゃないのかなと思いますけれども、はい。でもなんか外でバーベキューをしてなんかね映ったりもするんでね、どこで今映るかわかんないですよね。はい、ほんと私もね、まあ買い物ぐらいは行くじゃないですか。食わなければね持たないので、スーパーとか行ってもね、まあ消毒しますよ。で、カートがあるじゃないですか。カートをね、ちゃちゃちゃっと消毒するじゃないですか。ね。あるいはね、どこまで効くかですよね。カートを拭いたりなんたりしても、他の食品とか、なんか手に取ってまた戻すやつもいるじゃないですか。当然。買わずに。ね、手に持って、いろいろ見て、で、また商品戻すやつも。で、全員が全員ね、消毒していればまた違うんだろうけれども、中には消毒していない人もいますよね。なのでね、本当なんだ、消毒してもね、どこまで効くんかなと。で、やらんよりはやった方がいいんだろうけれどもね、
で、私、孫がおりますけれども、で、たまにね、まあ、月に1回ないし2回ぐらい、孫の顔を見に行くんですけれどもね、そのところでも、まあ、手をね、洗うんですよね。まあ、消毒、アルコール消毒はしませんけれどもね、まあ、石鹸でね、消毒効果があるような石鹸でね、泡の石鹸で手を、まあまあこまめに洗うんですけれども、それもね、これどこまで効くんかなと思って、もしかしたら孫に、そのね、なんか感染させたら申し訳ないなという感じでね、私はまあ、そんなに孫の、まあ、今はね、ちょっと控えてるんですわ。極力はね、まあ、娘のとこですけどね、行くのはね、まあ極力は控えてるんですよ。まあそれは会いたいのは会いたいんですけれどもね。でも、ほんとね、まあこんな世の中なんでね、どこで感染するかもわかんないし、もしかしたら私自身、その PCR って言うんですか?それ検査をしたら、もしかしたらどっかで感染していて、勝手に治っていて、抗体ができてたりするかもしれないし、ようわからんですよね、あれも。なのでね、そう思うと、ちょっとね、怖いというか、他人にね、移すのももちろんいけないんですけれども、身内に移すっていうのもね、もっといかんですよね。なので本当、この騒ぎ、コロナちゃん騒ぎをね、本当、どっかね、早くいい薬をね、見つけて。で、どうなんでしょうね。やっぱ感染したら、ね、命を落としたりするんでしょうかね。どうかようわからんですけれども、年寄りとか、なんかね、若者も死んでるでしょ?なので、どうなのかなという気もしますよね。はい。そんなところですが。まあ、広島市内ですね。ここの、今車が右から左に来てますけどね。そこ右の方に行ったら、54号線。三好方面、あるいは山陰、島根県へと、行くルートであります。じゃあ、ぼっちら、帰るとしましょうか。それでは皆さん、この4連休、素敵にお過ごしくださいね。また事故とかね、ほんと事故とか怪我とかね、しちゃダメですよ。まあね、せっかくの楽しいお休みがね、台無しになるので、ほんと、4連休、ああ、楽しかったな。お父さんありがとう。お母さんありがとうと。ね、子供たちから言ってもらえるような素敵なお休みにしていこうじゃありませんか。それでは皆さん、今日の動画は以上になります。じゃあ私も、もうしばらく安全運転で帰りたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。気をつけて、いってらっしゃい。